一時はお散歩もままならなくなってしまった愛犬リオ娘ですが、ラッポン先生のおかげで虹の橋に旅立つその日までよちよち歩く姿を見せてくれました。リオも私も先生に巡り会えて感謝の気持ちでいっぱいです。心からお礼をお伝えしたいです。ありがとうございます。その2日くらい前に震えが2時間以上止まらなくて、で最初寒さかなと思ったんですけど、まあ、洋服とかも追加で着せてそれでも収まらなかったんで、ちょっと病院で血液検査とエコーしてもらったんですけど、問題はなくて、ネットでまあいろいろ調べたら見えない痛みがあって震えが来る場合と、あと不安とかストレスでも震えになったりとかするっていうのが書いてあったんで、まあ、お姉ちゃんが亡くなってその精神的な影響なのか、まだ本当の軽度のヘルニアとかそういう影響があるのかどうかとか、今のマイティの健康状態を先生にチェックしてもらって、ちょっと精神的なのありそうですね。リオチが亡くなってからすぐ変な鳴き声っていうか、今まで泣いたそんな泣き方しないのになみたいな寂しそうな泣き声するようになったりとか、時々お姉ちゃんのこと大好きで、あのお散歩も一緒にお姉ちゃんいないと自分一人だと歩かないみたいな感じだったし、一緒に行ってる時もお姉ちゃんのスピードに合わせて歩くぐらい大好きだったんで、仲良かったんですね。どっちかっていうとマイティの片思いが強かったと思うんですけど、マイティは好き好きで、お姉ちゃんちょっとゆっくりほっといてみたいな感じだったんですけど、体に問題あるとしたらこの若干心臓の負担とか、この癒着がすごいあります。あ、すごいあるんですか。はい、まあ、最初はもしかしたらストレスでその寂しさでここに全部溜まってっちゃったのかもしれない。前回ちらっと見てもらった時は胸骨のところと腰のところにはちょっとその負担は来てるけど、そんなにまあ心配するレベルじゃないよみたいなお話してくださってて、まあ、その通院とかも一緒にしてたんで、やっぱりいろいろ負担がなくなる前から負担はあったと思うんですよね。体重変わってない？体重は減ってます。ちょっと今まで上げすぎててくびれがなくなってたんで、ちょっと調整はしつつあったんですけど、そうこうしているうちにちょっとバタバタなっちゃったんで、まあ 3.6 かなね。巻いて、あとなんかそれ以外にも悩みとか家族の悩みとかあったら注意しておいてください。心臓自体はそんなに悪くないんですけど、はい、多分この感情の臓器だからここが元気ないと思うんですよね。この感情、感情、感情、はい、はい、感情が元気ない、はい、2日前が一番ひどくて、うん、それからちょっとずつあの元気が戻ってきてはいるんですけど、やっぱり1日何回か変なクーみたいな泣き方するし、絶対寂しいことは寂しいと思うんですよね、うん、心臓のところにこう手当ててあげて、手のひらをこれだけでいいんで、どれくらいの時間、適当ですね。優しい包むみたいな感じで、はい、ここ詰まりやすいのは仙腸関節をやってあげると一番楽にできる。何関節？仙腸関節。仙腸関節はい、この腸骨っていう骨盤があるじゃないですか、はい、で骨盤のこの縁のところ、一番端っこ、はい、はい、縁のところがこれが五円玉だとして、はい、イメージして、はい、で穴があるじゃないですか、でその穴のところが仙腸関節なんです。そこに圧かけるイメージでこう押すんですけど、反対側からってことですか？あ、両方？両方ですね、はい、150ぐらいですね、圧としては。それ以上いくともっと奥になるので、150から200の間で、今左が硬いのでちょっと下からって難しいんですよ、直接下腹部やるのって。こっちからも間接的にできるので、この五円玉をこう挟んでこうやってやる感じ。精神的にストレスがある場合にそれが癒着の原因になったりもするってことですよね。お寺であのリオチのお葬式と土葬をしてもらったんですけど、そこのお寺のおばあちゃんがやっぱり一人亡くなるともう一匹の方が
やっぱりその体調崩したりとか、あと追いかけていっちゃったりとかいうのが結構多いっておっしゃってましたね。たまに元気になると思いますよ。あ、そうなんだ。仲悪い時かな。なんでちょっとルーティーンを戻してあげて、うん、マイティが楽しめることをいっぱいやってこねって話してるんですけど、あとはいつもよりもスキンシップとかそれぐらいしかやってあげれることがわからなくて。触り方重要なので、抱っこをしてあげるといいと思うんですけど、それはもう完全自分のオリジナルというか考え方なんですけど、そのムーはずっと抱っこしてたんですね。その仕事しながらとかできる時、スリングとかでですか、じゃなくて腕で。スリングの時もあったけど腕ですね。その時に注意してたのは、体が脱力するように持つこと。だから獣医さんが仰向けにしちゃいけないとかって言うじゃないですか、はい、そんなもう無視で、脱力できると体って治りが早くなるんですね。あとでちょっとどんな感じか見せていただいて、はい、ね、やってみようね。で人だと胎児の状態が一番力が入らない状態で、まあ、無重力状態じゃないですか。多分それの天才が猫なんですけど、猫って鍋の中入りますよね。あれ見て治療してんだなと思ったんですけど、うん、その要は隙間を全部なくしてるじゃないですか、体に当たる場所を。であの状態で寝ると力入らなくなるんですよ、体の力って。寝てても力は入ってるんですよ、入ってる場所と入ってない場所があるんですけど、だから疲れが取れたり取れなかったりするんですよ。猫はそれが自分でできるから、ああいうとこ入って、で無重力状態作って循環力を上げてる感じですよね。この間リオッチと一緒にマイティ連れてきた時は、リオッチが施術してもらってる最中も嬉しくて嬉しくて、リオッチの股っていうかどんどん下くぐったり、先生にね、何度もありがとうって言ってね。今日は全然違うね。先生の動画で、過去の動画でワンちゃんのそのライフステージみたいなので、何歳ぐらいの時、何歳ぐらいの時、なんかちょっと節目っていうかお話あったと思うんですけど、それの一番最初って4歳とかそんな感じでしたっけ。確か8歳だったと思う。一番最初が8歳、うん、はい、それぐらいにちょっと調子崩してってパターンが。リオも最初、一番最初に病気したのが8歳の時で胆のうを取ったんですけど、その年齢に達するまでに気をつけることっていうのは、もう本当に日常的に先生が今まで話してくれたような、その食事だったりその環境だったりっていう、そういうところっていうことですよね、うん、まああとは私たちの心の状態だったりとか、うん、そこが一番大きいですね。それが一番下のベースにあって、ここがだから土壌みたいなもんですよね。その飼い主さんの心、はい、の環境の問題が土壌 で、次に食べ物、それが水とか栄養素なので、ここに降る雨とかですね。で調整はその育ちやすくするためのものなので、水がすごい汚いとか育たないじゃないですか。あとはもう土に栄養がないとか、だからそっちの方が最初にできた状態でどんどん調整かけていくとすごい変わっていく感じです、うん。マイティまだ若いですけど、時々先生に見てもらって、うん、その時々の体調管理ね、うん、してきたよね、マイティ。おかげさまで、よっち最後の朝亡くなったんですけど、夜も深夜もテクテク歩いてくれてたから、ほぼほぼ最後まで、まあゆっくりですけど、歩けてた？大往生ですね。みんな本当にありがたいです。17歳。そうです、17歳と5ヶ月7歳はすごいですよね。やっぱりワンコだから、まあ、できる限り長く体が動くっていうのはすごいありがたいなと思いました。先生に調整してもらって、本当私鈍感なんですけど、鈍感でも分かるぐらいやっぱり変わったし、マイティが気使いながら一緒にお散歩できたりとかしたんで、マイティも初めての経験で、マイティもちょっとそのやっぱり亡くなってから元気ないからちょっと静かな感じ。まあでもお姉ちゃん亡くなって悲しいことはね、悲しいんだよって言って、でもちょっとずついっぱい楽しいことして頑張っていこうねって話してるんですけど、たまにね、なんか何にもないところをなんかキョロキョロ見てる時があるから、そういう時はリオッチがいるのかなって思うんですけど、そういうのはあんまりしなかったんで。不思議なこととかなかったですか？
まあ、亡くなってすぐに丸1日ともう1日だけお家にリオがいたんですけど、変な風に泣いたりっていうのが何回かありましたね。あと不思議なことで思い出したんですけど、お墓でお寺で埋葬する時のお墓の準備をする時に、お昼ご飯食べてた時に私の頭の中に動画っていうか、その一瞬リオがお友達となんか楽しそうに遊んでるのが見えて、一瞬私がそう願うがあまり妄想なのかもしれないんですけど、その動画が見れてからはなんかちょっと安心したんですよね。リオは大丈夫、どっかで遊んでるかもしれないですね。そうだから虹の橋で遊んでくれてんだと思うんですけど、だからきっとリオは今はね痛みもなくて大丈夫っていうのは、その時になんかすごい安心につながった、うん、じゃあそこで遊びながら待ってますね、うん、待ってくれてると思います。勉強しよう、まあ、ちょっとまだ仰向け難しいですけど、この状態だったら、はい、ここの腕と肘を全部使ってこうやって密着させて持つんです。はい、でこっちも一緒ですね。こことできるだけ面を使って、指は使わず手のひらと腕とこの肘とこれ全部こうくっつけて、体につけて、それで同じ圧で持つ感じですね。一箇所に偏らないようにして全体こう真ん中に寄せるイメージで、でちょっとこう揺らしてあげる感じ。仰向けの方がフィットするんですけど、できるだけ接地面積を増やす感じ。それが基本の抱っこみたいな感じでしてあげて、自分の考えですけどね、はい、要は治療でやってたんですけど前は抱っこしてる時に、はい、どっかの動画でもあるけど、例えば心臓が悪いってなったら心臓に組織を集めるんですよ。こういう状態で周りから卵の白身から黄身に集めるみたいな感じで、そうするとそこの回復が早くなるんですよ。そういう生体反応でそうなるので、だから抱っこって治療なんですよ。じゃあ今みたいな時期は余計意識してやってあげた方が、そうですね、いいかもしれない。多分ここに固まっちゃってるからだんだん安心して脱力して、ムーはこっから首をこうダランって落としても爆睡してましたよでも慣れてくると片手で持てるので、片手でなんか作業しながら、ムーちゃんってちっちゃいかったですか？何 3.3 ぐらいですかね、体重だと。先生の腕にちょうど入るぐらいの身長、うん、はい、そうです、ね、このぐらいじゃないですか。あ、本当ですか。感覚的にはできるだけこうやって包む感じです、ね、包む感じで、で揺らしてあげる。下腹に揺りやすいからその辺に集めるんです。で、あくびしだしたり寝だしたりしたら OK。 まんざらでもないお顔してるね、まいて。もう気がついたら、じゃあうんちゃんの場合は抱っこしてあげてたみたいな感じですか？あ、そうですね、ちっちゃい時から。いつもいるときは特に何か遊んでるときとかじゃなければ常にくっつけてます。